義弟の最初の結婚の時の嫁は、私の中学の時の同級生だったんだ。見合い結婚だった。義弟の結婚が決まって、お互いの家族の顔合わせの時に初めて知った。見合い話が来た時に釣り書は見たけど、親が離婚して名字が変わってたし、住所も臨時だったから気がつかなかった。中学生当時は、仲が良くも悪くもなく、本当に、ただの同級生って感じの関係だった。だけど、新婚旅行から義弟夫婦が帰ってきて、お土産持って遊びに来た時に、義弟のお嫁さんだからって、上下関係はないからね。って言われて、正直ちょっともよった。私は結婚して、すでに10年経ってたし、義父母と同居してるから、先輩風を吹かすつもりはないけど、何か困ったことがあったら、相談してね。ぐらいは言ってあげた方がいいのかな。なんて思ってるうちに、先回りしてそう言われた。義父母や夫からは逆に、同級生だったのなら、嫁同士うまくいくはず。あなたがいろいろ教えてあげなさい。みたいなことを言われるし、どうすりゃいいのよって感じ。でも、まあ、向こうから相談でもされない限りは、聞いていようと思ってた。それから1年ぐらい経った頃に、中学のクラス会があったんだ。そこで、ある同級生から、義弟嫁ちゃんがやってるブログ見てみたら?びっくりするよ。って言われた。びっくりするよ。なんて言われたら気になってしまって、いろいろ検索ワード入れてみたら、あっさり見つかった。そのブログには、うちの下の娘の写真を貼りまくり。うちは、義父の仕事の関係で、幼児関係の商品をモニター的にいただくことが結構あって、それで遊んでたり、身についている写真をアップして、商品紹介アフィリエイトの流れ。実際に儲かってたのかどうかは知らない。そういえば、うちの娘を、可愛い可愛いと、よく写メ撮ってたけど、これが目的だったんだ。しかも、知ってる人が見れば、後ろの風景とか看板とかから、うちの家なんてすぐに割れてしまう貼り方。おまけに、そのブログには、義実家というカテゴリーもあって、私と義母のことがボロクソに書かれてた。それも、ないことないこと。娘のことだけは、絶対やめてほしくて、気がついてすぐに電話して、削除してくれって言った。その時は、ショックとか焦りとか怒りとか、いろんな感情があったから、きつい言い方をしてしまったとは思う。っていうか、勝手に、娘の写真を世界中に垂れ流されて、下着姿のもあったし、冷静になんてなれなかったよ。そしたら、勝手に人のブログを見て、って逆ギレされて、電話切られた。その日の夜に夫に相談して、夫もむちゃくちゃ怒ってたけど、これは冷静に行動しないと、とんでもないことになると思い、義弟嫁には内緒で、義弟を呼び出した。それで、娘に関する一切の画像データを、取り上げてもらえないかと相談。幸い、義弟嫁のパソコンにはパスワードがかかっていなくて、保存してあったデータをすべて消して、デジカメや SD も取り上げてから、ブログを削除させることができた。そうしたからといって、ネット上に残った娘の画像が、完全に消せたわけじゃないだろうけど。義弟は、結婚して、すぐに、ダメだと思ってたらしい。お互い30過ぎてたから、子供は、できるだけ早く欲しいって、同じ気持ちだったはずなのに。結婚してからすぐに、気持ちが変わった、と子作りを拒否されたり。早く子供が欲しいってことで、嫁は専業主婦を希望し、義弟もそれを了解してたのに。子供はいらない。専業主婦は結婚前の約束。と勝手なことを言うしで。他にも色々あったようで、悩んでいたところに、その件があったから、離婚するなら早い方がいいと決断。それから、吸ったもんだはあったけど、離婚が成立して、義弟嫁には、元とつけることができた。その義弟は、その後、バツイチ同士で再婚し、もうすぐパパになる。